もしもーし、イエーボイー、聞こえますか、聞こえますか、聞こえますか音でけえかもしれないわ、聞こえますか。やばい、これ俺が下手に動くとめっちゃブレブレになって船みたいになるわ。俺は最強のサーファーだでも上半身アメフトっていうこの家が次の被害者か。この家実は2階建てになっててさ、ワンチャンこいつ運動できないかもしんねえわっていう。じゃあ日本時どうぞ、俺が喋ってるんで。え、日本時は俺はいいわ。だって俺君が働いてる間にお家に入れるもん。クソすぎるもん、ね、それセリフ。スマホでも結構綺麗ですね。あ、そうなの。え、私の負けだ、嬉しい。声でかいんだよ。まあご覧の通りですね、新規にやってきておおよその荷物を全部持ってこれたんじゃねえかなっていうタイミング段階でござんす。はい、見えるか、見える、あら どっからニュースにて映り込む人やん私楽天回線ワイキガス無限なんで、はい、今7月31日でさ、引っ越し自体は思ってるんだけど、ネット回線俺電話するの遅すぎてさ、8月3日にしか来ねえんだ工事が。俺が動画編集してアップするってことができないんだよまだね。それが2階に行ったら床が抜けるから運動ができないってことですかね。はい、あまあ抜けるわけじゃないから。棚猫に切られた人少ないけど、おめでとうございます、ありがとう。ほらもうわかるよこれ振動してんの。トレーニングジム用のクッション材があるから、そういうのをつけてから運動配信できるかもしんないお前疲れすぎなんだよ。なぜ引っ越したんや。話すと長くなる。そうだ、まあ要は稼ぎすぎっていうことですね。イエス、本当にそう。やるぞ、やるぞ。これ何するん。フラッキー、そこでさっきのメイドのダンスやって。リゼロで3万発出たのでお納めください。酒タバコパチンカス3200円もありがとう3万発やわ。 10% も献上いただきありがとうございます。今日一日あったことをじゃあ隣で説明してるわ。翔平君は普通に仕事で仕事してましたそういうことで、まあ、新次郎公務になっちゃったお兄ちゃんはクソニートなんで、親と一緒に元いたお家の方で掃除とかをしていました。でね、あのトラックを借りるってなってさ、オートマが良かったんだよ本当はね。だけど値段が高くてね、ちょっとねそこ渋ってマニュアルにしたんですよ。なんか地元で借りれる感じの。あれマジオンボロじゃない。オンボロってわけじゃないけど、オンボロだよあれは。ごついトラック借りたんだよでマニュアルを、あの免許講習以来なんだよね運転したの。いやビビったね。ハンクラッチとかマジ全然覚えてなかったもん。土曜日から引っ越し始めたんだけど、土曜日はジョン万次郎にねヘルプに来てもらいました。今知ってる人いる、ジョン万次郎俺の彼女は知らなかった。俺の彼女はおめえ一旦皮引きちぎってやる皮しかないからな。そうだよ、ジョン万次郎って聞いたらワンパーしか出てこない。あ、そうなの。ひろゆきの誕生日の時やろ。そうですね、去年の誕生日配信に来てもらいました、ジョン万次郎。あれ以来ぶりですね。ひげが、今ひげあんだよね。うわ、きっとあれ、この引っ越し作業で全然見繕うことができなくてさ、何も。みんな何してたの今週は。おめえらを僕たちが引っ越しで必死になってる間に花火大会とか行ってんじゃねえだろうな。夏祭り行ってんじゃねえだろうなゲームしてた。素晴らしい。あ、いい、ナイス、陰キャナイス、ありがとう。誰かとグループチャットすることがなく一人で陰キャでゲームしたんだな、ありがとう。キモ。ゲームのフェス生放送ずっとこもってました。仕事、あ、仕事、あ、あ、今回しましたか。はい、ゲームのカードを取ってしまったんですか。あ、それ後で来てください。はい。お会いしてきたぜ。いや素晴らしい。待ってください。どっち来そうか。ガシャン。本日はお乗りくれてありがとうございます。この椅子さ。何キロあると思う。15、6キロぐらいあるよね。あるよこいつね。しかもさ横幅がでかすぎてね、階段上がんなかったのそのままじゃバラバラにして横にして。だけどその日の荘園は熱中症でもう機嫌が悪すぎて切れ散らかしていたよ。恐ろしいじゃないじゃない。
俺もちょっと記憶あやふやだもん。やばいな。切れたの分かったけどさ、何に切れたんだっけって思い出せない。小林さん切れるの怖すぎ。怖いね。怖いだろ。なんでペパロニピザにペパロニ乗ってんだよっつって。どこの食文化なんだお前。あ、でそう冷蔵庫運んだのよ。これもやばかった。これね。こいつがどうしてもさ、言えよ。あ、俺はな、2階でごくごく美味しいジュースとビールを飲みたいからよ、冷蔵庫持ってきたさ。重かったよ。そう、ということで上まで運んできたんですね。はい。聞きもしない運び方したもんな。これで言うと、ここ持ち上げるや。ここ持ち上げて、ここ上げる。こう上げる。こうなる。巧妙な手段で上がってきたんだよな。そう。一段ずつ。あ、そうか。あ、なんでだよ、デブ。お前だよ。お前にしては天才だったな。だろ？これは諸葛孔明。諸葛孔明。パリピ？定食。半紙を練り込んだ墨汁パスタ。あの麺が黒いタイプだな。ソースじゃなくて。そうだ。最近動画更新ないと思ったら引っ越していたんですね。そうですね。やべえ、もう久々すぎて喋り方忘れたわ。やべえ、久々すぎてどう片付けるか忘れちゃった。サムネに引かれてあのサムネやばいだろ。すげえ俺が楽しそうにこう宙に浮いてる。そう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 。寝る場所あるんです。おい見てみろよお前。ダブルサイズベッド。もう障害がね、大の字にはなれねえわ。ほの字ぐらいになれる。そう、ごめん。こんぐらいになって寝れるベッドがある。これとこれがこの字こう寝るんか。ジグロードだな。お腹めっちゃ恥ずかしい。隣さんはいるの？いません。イエス。お隣さんという概念が今ないです。テレビ線はどうやってるの教えて、ヒロエムいやー、感性で家動いてる。この前試合がちょっとさ、窓から声張って喋ってたけど見られたもんな。ジョーラのおじさんがね。絶対誰かいるやんなったもんな、あれ。変なやつ。1分ぐらい見られたもん。前の家とどのくらい離れた？3光年。でも群馬にはいます。引っ越し記念に引っ越しましょう。天才だ。俺だけ引っ越すわ。俺だけ引っ越したらさ、この繋がってる部屋が全部省エネの部屋になるから、こいつは多分もう快適。マジ快適だけど、もう出ましたよ。ここだけ全部汚してあっちで俺過ごすことになるから。ここ全部汚して、あっちで住むから。バカだろ。あ、そうか、俺は省エネの汚い部屋を目の当たりにしないといけないのか。マジでさ、翔平の地味な問題点がさ、この子掃除ができないんだよね、マジで。前のうちの映像挟めるか分かんないけど、あのゴミ屋敷なんだよね。ゴミを片付けようとしてないだけ。そうなの？クソだ。そうなの？言い訳やないかい。本当だよ。うるせえ、トラスルとかね。これ配信の場所どこにすんの？ここにもう一面用意して、窓分ぐらいまでのもう一つ机用意して。できるかな、じゃないか。できないから、お前を殺す。あ、そうすれば必然的に一つ部屋が増える。あ、やばいかも、住所バレちゃう。ジョーサイスワン、ジョーサイスワン、オーチャンワン、ヤンナフトジョーサイ、オシェマオカニー、リボンジョーサイスワン、トユーサー、カンセカカクリーム、ヒルマヘル、ミセリ、イエーイ、オーイエー、オーイエー。テレビどこ行くの？あ、テレビはもうあれ、モニターアームつけて、3つ目のモニターにしちゃう。テレビをモニターにすんの？いや。あれ持ち上がんの？ちゃんとしたやつ使えば。よろしく。ダイエットは70、80から見ていた。あ、デイのことね。おい、ダイエットの話してるときにコーラじゃないガバガバ飲むな。なんとかわかる？うるさい4つだね。三つ飯バトルよ。それ出たら全部出ちゃう。三つ飯マジルよ。三つ飯。汚い。今さ、だからどっちよかったよね。今いい感じだったよ、だいぶ。うまい。よし。で、引っ越しめちゃくちゃお金かかったんだよね。How many? How much だね。How f***? 50万とかしたんだな。でもこの家契約に最低20だっけかかってるね。からトラック借りて、あとなんだかんだご飯とか食べたでしょ、外食でたくさんね。はい、はいはいはい。うん、
まあ仕方ないとして、はいはい、ガスの契約とか襖直したりとしたら、あ、そっか、襖も直すのか、プラス5万ちょいだ。エアコンも取り付けるのか。ああ何万だよ、わかんねえよ。いや50万は持ったかもしれない、でも40万ぐらいな気がする。これも皆様が動画を見てくれてるおかげでございます。皆様ありがとう、ありがとうございます。本当にありがとうございます。皆様応援の声ありがとうございます。もう二度と引っ越しはしたくない。するにしても僕の身一つでどっかのお家にポッて行きたい。で新しい家具ね、家電、電気屋さんで注文したらさ、設置も無料ですよみたいなあるじゃん。あるね。あれでお願いしたい、全てこき使ってやりたい。まあ金持ちになっちゃったな、つまんねえガキになっちまった。おお、弟はかわいらしいよ、もう話本当にかわいじゃあ初演に持ってきてもらおう。日給100万なリアルに日給10万だったら10万か、20万なんでだ、なんでこいつ渋るんだ、粘るんだ。うわ目がキモい、やばい、猿に覚醒してる。覚醒チンパンジー。今600人いるらしいよ。チンパンジー、チンパンジー、チンパンジーひどいわ。ついてくんだかも、クソガキ。何がしたいんだよ陣取りゲームみたいなさ、なんかお前いつの間にポテチ買ったの。そういえばマスクしてるのはなんでかっていうとね、ホコリがひどいからですね。ああ俺ハウスダストがダメなんだ。ああすげえ、めっちゃお化けみたいお前。痛かった、お腹刺さった痛かった。お腹刺さるってなんだ。とっても大きなスタンドレスにイリュウキさんいらないです、もらってください。じゃああっちの部屋刺す。あっちの部屋はいいや。なんで俺の部屋だもん。なんで、なんで俺だけ肖像権ねえんだよ。もうセルフ肖像権ないんだけどね。兄弟から肖像権なくされてんだけど、ちょっと。2階の構造がね、おい、話聞け。まあ、2部屋っていう概念ではあるんだけど、仕切りがさ、なんか、ペーって動かせるやつだけなんだよ。めっちゃ声通るの。初代の声がなかなかうるさいぜ。今朝の俺のポケモンスリープの音聞こえた？ポケモンスリープやってんの？え、今更やってるよ。知らねえよ。ぐっすりできてる？全然ですね。最初の1週間に評価 E でした。最低や。ABCD E でした。少しよ、翔平さんは新居のトイレいかがですか？ちょっとトイレットペーパーの位置近いかな。なんだそれ。ちょっと太ももがね、トイレットペーパー当たるんですわ。はい。座るじゃん。太もものここに当たってる、ここら辺なんですよ。ちょっと当たりません。それは異次元すぎて、なんとも言えないですね。あ、自分でお家建ててください。あ、6畳に1つ。ど真ん中。トイレットペーパー壁届かないわ。伸びろ伸びろ伸びろ、よいぼー。ダメだ、俺じゃ足の指が限界だ。伸びる時点で人間じゃねえんだ。その家間取りどうなってんの。真ん中にトイレ、横にベッド、エアコンつけて6畳のワンルーム。ワンルームか。シャワーもついてるよ。きったね、どこにシャワーついてんだよ。トイレの上で。シャワーしながら脱臭すんだよ。ひろゆき、ほんと最悪、やめて、ほんとに。いや、うるさ。トイレがさ、1階と2階についてんだよ。これ画期的ですね。しょうゆくんがついにトイレに困らなくて済むという。以前のお家だとさ、配信が始まるってタイミングでこいつクソがしたくなって、でトイレに駆け込むと、駆け込もうとすると、あ、パパ入ってるっていう。パパこの確率 63%、 超高確率でさ、トイレがね空いてないんですね。で翔平困るっていう。危なっ、びっくりした。すねえ、絵をするな。はあ、飯子はみんな部屋するだろう。生理現象に文句言うんじゃない、あんた。お兄ちゃんが取ります。あんたこの部屋汚ねえんだよ。お前それはダメだろ。喧嘩売ってる、マジで。二人暮らしですか。いや違いますよ、家族全員いますけど。やっぱさ、2階になったから親フラ少なくなりそう。配信のたびにさ、親がうわ入ってくるわっての察するの嫌なんだよね。いや親の料理うるさ。まあ料理は仕方ないけど、食べログラメ。あああるな。キッチンのお前文句出してくれよ。電子レンジしてないチャーハンはクソまずかったぞ。俺偉いだろ。でもちょっと抜けていた。冷蔵チャーハンは食っていくたんびにエネルギー消費するんだね。デバフ
マジデバフデバフデバフ飯デバフ飯始まったよ。さあいつだっけ、土曜日だっけ、日曜の朝だよ、日曜の朝。ああ土曜日に電子レンジをもう持ってっちゃってさ、日曜日はもうご飯作れないからコンビニにしようってなったんだけど、俺が気を使ってそれ買いに行ったんだよね。別に話し合ったわけじゃなくて。で飯系がいいって、まあ俺事前で言ってたけど、初演の飯系をセブンにある五目チャーハンにしたんだけど、俺電子レンジにないの忘れてて、冷え冷えのチャーハン持ってった。マジであれは地獄。食うたんびにエネルギーなくなるのバカだわ。冷飯だ冷飯。冷麺なら許せんじゃん、冷飯はやばかったよ。チャーハンの匂いがするなんか、いや化学物質を食ってるみたいだってよ。ポロポロポロ口の中でさ水分吸い取ってよ、うん、食の神と書いて食人だろお前は。全ての食を愛すんだ。なお山椒と TGI フライデーズのあのまずいソースは除く。あれはダメ。セブンで買ってきたラーメンサラダあるじゃん、うん、あれも親にまずいって言われたもん。もう何なんだ、何を買えって言うんだ。唐揚げ弁当。ああ、そっか、それでよかったか。あでも唐揚げ弁当持ってきたらみんな冷飯食うとかだったから。あぶねえ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 よ、ボーイ。ねこれめっちゃ重かったんだけど、お前。見して。これやばくない？何キロあんの ?16 の3だから、20キロちょいか。20キロちょいもあんの。これお前がさ、クタクタになって寝ちゃった後に俺が運んだんだよ。うん、地獄だったよ。その顔見してやりたいね、みんなに。階段。へこむんじゃないかと思った。へこみやせんだろ、一段がでっけえ一段になっちゃうみたいな。汗だくじゃねえかお前は。てか誕生日の話もしたいんだよ、その話もしたいんだけど、はい、これは内容はちょっと濃くてまた今回します。あ角割れた、クソ。お前何やってんの。真剣に生きてます。俺は今人生を真剣に生きています。どっちも皮見切れてんの何。全然伝わんないけど、いや体感広さ 1.5 倍ぐらい。そう、あの、ね、太ももどうぞ。めっちゃ待って、うわ待って、広い。その20アゴ 2LDK ぐらいですよ。20アゴ20アゴって20アゴ DK ドキンコケ20アゴドキンコケってなんだよ。みんな疲れた、じゃあね。こんなしれっと終わる感じなの。もうしばらくお待ちください、配信が開始するまでは。はい、その質感めっちゃウォーターベッドみたい。気持ち悪い。なー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 、まだ出てきんのこれ。ボタンを押してどこ、ボタンを画面を押してどこだ、画面タッチしろ。これこれか。なんかねえだろ、ボケ。パパ見えないことしてるわ。右目のバツでいいんだ、右目のバツ。これか、左に決まってんだろ、お前。結構言ってやがる、こいつ。左手どっちだ。お前、左手今使ってんだよ。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。もしこの兄弟を気に入っていただけましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。その他の動画もチェックしてくれると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ずっとそれ？